ラーメンだよ全員集合、始まりました。メンズ塩ラボ、塩さんのラーメン食べ歩き。はい、こんにちは、塩さんでございます。塩さんのラーメン食べ歩き、今回ご紹介させていただくラーメン屋さんは、新橋の、この第二環状道路、環状2号線ですね、こちらを越えたところにある、人気のラーメン屋さん、喜多方食堂さん、ここの魅力に迫りました。で、喜多方食堂さん、こちらはですね、訪れるとまず目につくのがですね、この2つの看板になります。で、1つはですね、この日本三大ラーメンの1つ、喜多方ラーメンを無課長でいただけるという、この無課長での醤油ラーメンということでのこのこだわりというところを書いた看板、それともう一つ、たどり着いてこの看板を見てぜひ食べたいと思ったのが、究極の食べ合わせという形で書かれていた、この江戸前小丼、4種ということでした。で、これすごくうまいことを置いてるなというのを感じまして、まずこの喜多方ラーメンに惹かれて食べようとすると、この横にですね、この、究極の食べ合わせのこの看板が置いていることによって、やはりこう一緒に食べてみたくなるんですよね。そしてこう気になってお店の中に入っていきます。で、お店はですね、券売、まあ食券機で、まずは食券を購入してから、注文という形になります。で、この食券機でこれまた注文を考えるときにですね、この江戸前小丼とのこのセットというところもこの券売機の中のボタンにあるので、やっぱりよりですね、これをやっぱり頼んでみたくなるというふうになりました。で、僕はですね、この中でタイとマグロのこの江戸前小丼ですね、この一品をいただきました。で、ラーメンはですね、この日は醤油のチャーシュー入りですね、これをいただきました。で、ここでですね、席に座って注文をスタッフさんにお伝えするときにですね、初めて聞いた注文の確認がありました。それは何かと言いますと、味の好みが選べると、この2通りから選べるこの味の好みが初めて聞く聞き方だったんですね。それは何かというと、まったりとすっきりでした。まったりとすっきり、みたいな形で僕やっぱり思いまして、で、それを聞くとですね、まったりは背脂が、入ったこの喜多方ラーメンと、で、もう一つはすっきりということで、よくあるこの喜多方ラーメンのこのすっきりした澄み切ったスープ、こちらでいただくものということで、この日はですね、普通のこの喜多方ラーメンというところでいただきたかったので、すっきりを選ばせていただきました。で、すっきりで選んで、こちら待っているとですね、このような形で、すっきりのこのラーメンが登場します。その前にですね、実はいただいたのが、この究極の食べ合わせである江戸前小丼ですね。で、これですね、注文してみて分かったことがですね、何かと言いますと、そんなにボリュームがないんです。で、ボリュームがそこまでないので、これ女性の方でも、あとちょっとこうもう少し食べたいなという人にもすごくいい組み合わせだなというところを感じました。これもまさに究極の食べ合わせというところの一つかなというふうに感じました。そしてですね、早速これいただくとですね、この、赤酢でこの作ったシャリというところに、この酢漬けしてるような、まあ締めたこのタイとマグロというものがあるの で、これがですね、意外にさっぱりした味わいなんですね。で、このさっぱりした味わいがこの赤酢のシャリとすごくマッチしてですね、で、すごくなんかこう食べていても重たくないので、なんかすごくこうあっさり食べれるんですよね。で、これ食べてそこまでこれが強くないので、こうその後にラーメンが来てもこのラーメンがしっかりとそのラーメンの味わいでいただけるというところで、これまたこの究極の食べ合わせというところを感じたという瞬間がありました。で、
さらにこのラーメンを早速いただくんですが、このラーメンもですね、スープが本当に優しい味わいでですね、この喜多方で食べたような本当にこの美味しいコクのある味わいというところをいただくことができました。で、やはりこの喜多方ラーメンというと、もう一つ特徴にあるのはやっぱこの麺ですよね。で、この麺とのこの相性というところもやはり抜群で、やっぱりこの喜多方ラーメンというものは本当この醤油ラーメンの中でも本当最高峰の一つというぐらいに感じる美味しさというところをこのいただいたというところがありました。で、さらにですね、チャーシュー、味玉なども本当にこう美味しく仕上がっていてですね、で、スープとやっぱりすごく合うので、ついついこの最後まで飲み干しちゃうというところまでやっちゃいまして、その魅力というところに惹かれたというのがありました。で、今回はですね、これスッキリでいただいたんですが、このスッキリをいただいたことで、次に気になったのはやはりこのまったりということで、これに背脂が入るとどういう味わいになるのか、これをちょっと試してみたいなということを感じながらお店を後にさせていただきました。ということで、この喜多方食堂さん、改めてこの魅力に感じたことというのは、一つはこの無課長でのこの醤油ラーメンのこだわりというところの部分と、この無課長でのこの醤油ラーメンというところに対しても、ただそれをいただくんじゃなくて、そこにまったりとすっきりというこの二通りのこの味わいをさらに中でお客様が選択して楽しめるという楽しみを用意しているというところがもう一つありました。で、もう一つのその魅力というところは、この究極の食べ合わせということで4種類の江戸前ショーを用意してまして、で、この部分との組み合わせで、さらにこの喜多方ラーメンというものの楽しみ方というところを広げてるということで、この東京の新橋というところの場所というところの特性をすごく活かしているなということで、お客様がこの何度来ても飽きが来ないようなこの楽しみ方というところを独自のその視点というところから作り出している、その取り組みというところが本当に素晴らしいなというところを感じまして、今回ぜひご紹介をさせていただきたいと思い、この番組の中でご紹介をさせていただきました。新橋で、ラーメンが食べたい、特にこう醤油ラーメンの気持ちだなという時には、ぜひ一度訪れてみるのがおすすめなお店であるというふうに感じました。喜多方食堂さん、どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。飲食店経営塾塩ラボ、新規集客で売り上げを伸ばしたい飲食店経営者店長へ、今毎月塩ラボ虎の会を開催しています。毎月開催している塩ラボ虎の会では、1. 塩さんから直接今の世情や飲食店の現状を聞けます。 2. 自分が聞きたいこと、知りたいことをその場で問題解決できます。3. 参加したスタッフはその場でやる気になります。 4. 歴史を読み解きます。 5. 3000店舗の現場を見てきた経験があります。6. YouTube で取り組んできた全国の飲食店経営者から得た気づきをシェアしています。 7. 他の店舗の悩みや成功体験を聞けます。 8. コラボレーションができるか模索ができます。 9. タイムリーな情報交換ができます。 10. 飲食店で独立を考えている従業員に有益です。 PR やウェブマーケティングに強くなれます。 12. 媒体にとらわれない売上アップの仕組みをメンバーと共に作ることができます。 13. 本気で売上を上げたい仲間が集まっています。 14. 虎の会オンラインサービスも充実しています。 1. 会員限定ページが閲覧できます。 2. 会員限定 YouTube 動画を閲覧できます。 3. 過去に開催した虎の会リアルの映像をご覧いただけます。 4. グループページでの質問相談はいくつでもできます。詳しくは説明欄ホームページをご覧ください。
ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。